はい、今回はですね、日曜日にね、新しく降臨している降臨ツンツン棒ですね。これちょっと一回クリアしたんで、またちょっと同じやり方でいこうかと思うんだけどね、ぶっちゃけアイテム、全力魂とね、まあ、百鬼夜行使ってますね。メタルタンタンと違って、ちょっと本当になんかもう、やるかやられるかの短期決着みたいな感じなのかな。メタルタンタンもまあ上手い方だったらね、速攻で倒せる方、いらっしゃると思うんですけどね。自分は無理なんだけどねそれじゃあまずちょっとね、ここちょっとやっていこうかと思います。編成はちょっとその前にね、ここのそのヒントっつうのが、目玉の親父のヒントがね、射程の長いキャラクターを壁となる仲間で守りながら戦うのじゃっていうことで、多分ね、これ千年に一歩動く鳥とかがいるとすごい有利に進めるんじゃないかなとは思うんだけど、自分持ってないんで、ただそれでもね、編成としてはまあ十分かなと思いますね。まあ要は遠距離攻撃役にベルゼブブーンと、幽霊電車とヤマタノオロチを入れて、で壁役としてはカラスとキジムナーにダタランマーに、若さの熟魚に嵐天狗で、大城坊主に、二竜松の精霊みたいな、こんな感じですね。これでちょっと挑みたいと思います。じゃあ、いきますね。はい。ちょっと、危ない。ちょっと、全力魂だけはちょっと今回使う。なしでもいけるようにしたいけどね。うん。とにかく短いステージなんですよね。狭いっつうかね。とにかくここでなんとかできるだけ、壁を厚くしておきたいんだけれど、で、ここでもう使う？あとはもう本当にヤマタノオロチとかに頑張ってもらうしかない。倒せるときは倒せるんだけど、やられるときはやられる感じ。早くヤマタノオロチを出したいかな。
ちょっと壁が早く幽霊電車と山田の路地が出てほしい。全然余裕ないな、思ったより。最初結構簡単に行けたんですけど、これから結構負けたりしてるんですよね。こっからでもきついんですよ。もう一ウェーブ来るんですよね。ちょっとこっからは自動かな。さすがにちょっと自動にしないと生産が追っつかない感じになりますね。でね、確かまだ終わんないんだよね、これで。ベルゼブブ全然映ってないけど、一応生きてんだよな、なんか攻撃してくれるから。チラッチラッと見えんだけどね。なんとか、まあそんな、こんな感じですね。まあアイテム使ってって感じだからな。でこんな感じでちょっとね、まあ、普通の降臨はこんな感じで、逆襲がどうなるかっていうのはちょっとこれからやっていこうかと思います。はい、最後にちょっとね、逆襲の方もちょっとやっていこうと思うんだけど、まだちょっと厳しいかな。一応ね、メンバーとしてはいろいろ試してるんだけど、今回これでいこうと思います。カラス、キジムナーたちの豪華弦。豪華弦結構ね、いい働きしてくれてたんですよね。吹っ飛ばしてくれるんで、こいつ。で、ちょっと魂がね、ちょっと不足がちになったんで、このパリピワラシ、座敷ワラシですよね。敵を倒した時の魂回収量が多いって感じですね。あと、まあ、ダタランマーに、豆腐将軍、嵐天狗でベルゼブブーン、あと、ご縁があったエーノバに明かしたって感じですね。ということで、これでちょっとやってこうかなと思います。まあ、ちょっとアイテムね、ちょっとガジュマルもちょっと使ってみるか、今回。ということでちょっとやってきますね。はい。ほんと近いんだよね。行けるところまではなんとか。で、
赤下がどれぐらい頑張ってくれるのかってことなんだよな。結構ね、ノバがすぐやられるんでね、ほんと壁をしっかりしてないとあかんですよね。あー、赤下が押した。ベルゼブブの攻撃は通ってるのかな？あー、落ちたね。ちょっと厳しいかな。ちょっと厳しいね。魂が集まらないな。わあ、まあ、うん、そうですね。もう少し、ちょっと、いよいよ今のまんまだとちょっと厳しいな。うん、とりあえずちょっともう少し練習していこうかなと思います。まあ、ちょっとね、またちょっとクリアできたらね、お伝えしたいかなと思います。
ご視聴いただきありがとうございました。